下田俊生は、レーシングドライバー。血液型は、O 型。レース活動の一方で、2003年には、CD デビューも果たしている。1997年にカートデビュー。ナススーパーカップの SB クラスで優勝。ナススーパーカップの SSB クラスで優勝。1998年には、ナススーパーカップで優勝。ジャフ地方選手権関東西地域スポット参戦し、 を獲得1999年、2000年は学業専念でレース活動を休止していた。2001年は全日本カート選手権前哨戦の ICA クラスモテギで優勝した後と推し、イタリアのフォーミュラルー選手権シリーズにフル参戦。イギリスのフォーミュラル脳ウィンターシリーズにもフル参戦した。2002年はイギリスのフォーミュラルー選手権シリーズに フル参戦。その一方で、全日本 GT 選手権に、デアム教より、片山右京の代役として、シーズン途中から参戦し、マレーシアでのデビュー戦で7位に入る。2003年は、シーズン開幕直後のセブリング12時間レースに参戦し、予選で5位に食い込むも、決勝は73周目にマシントラブルにてリタイア。FIA スポーツカー選手権では開幕戦で、 決勝2位に入ったほか、押しやすれいベンで優勝。また、フォーミュラルノー V6 ユーロカップに参戦するも、マシントラブルに苦しみ、成績としては、第5戦モナコで決勝5位。また、ルマン24時間レースにも参戦し、予選でクラス1位、決勝で LMP675 クラス2位となる。2004年は、前年に引き続き、 フォーミュラルノー V6 ユーロカップに参戦する画量席は、残せず最高位は、スパ・フランコルシャンの決勝3位。ルマン24時間レースでは、予選総合3位となるも、決勝割りタイヤした。2005年は当初 GP2 への参戦を予定していた、ものの、開幕直前にシートを喪失。ルマン耐久シリーズに参戦することになり、シリーズチャンピオン争いを繰り広げていたが、あと一歩のところで、 シリーズチャンピオンを逃す。総合2位。アメリカンルマンシリーズにも3戦ほど参戦し、3つのポールポジションと最終戦ラグナセカで優勝を収めている。その後、2005から 2006A1 グランプリに第4戦イースタンクリークより日本チームから参戦していたが、第9戦メキシコ GP 以降チームの資金不足により不参加となっている。 自身は9位入賞もしていたが、壮絶なクラッシュが多く、話題になっていた。2006年は、ワールドシリーズバイルノーに参戦するが、量席は残せず、最高位は、モナコの5位。2007年は、ルマンシリーズに、第2戦バレンシアより参戦3戦。予選は3位及び4位と高位置につけるも、マシントラブルに苦しみ量席は残せず。 アメリカンルマンシリーズ最終戦ラグナセカにもチーム、ザイテックモータースポーツより参戦。2008年からレース活動をしていない。2002年途中にトヨタチームセルモより全日本、GT 選手権に途中参戦し、前年型のマシンであるのにもかかわらず入賞することが多かった。翌年以降は、鈴鹿 1000km を中心に参戦し、2005年には総合優勝を飾った。 それ以降、国内での参戦はない。ありがとうございます。